今日はビートの畑に来ました。4月15日ハッシュの直販ビート、結構いい感じかな。でも前に 90% ぐらい発芽してたって言ったんですけども、そんなには生えてないようですね。 85% ぐらいかな。なかなかこれ大きい。葉っぱがですね、今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11枚目と11枚目が見えてるぐらいですね。これもある意味スモールボール。まあ揃ってますかね。取れるかな。ここのビートなんですけど、これゴミ、これ木からしの残骸ですね。これ木からしじゃなくて、これ堆肥のゴミだね。4月22日に巻いたやつよりは少しは大きいんですけど、びっくりしたほどは大きくはないですね。これね、ゴミがすごいんですね。堆肥と木からしの残骸の中に入るビート、こんな感じです。横から見るとちょっと生え切れが多いですよね。85も生えてるのかな。このビートを去年の秋にライムケーキ150キロ巻いて、春には鶏糞70キロ巻いてます。そして柵状に 262UF っていう肥料を60キロ巻いてます。あとは前走に牧草の肥料草555っていうのを50キロ巻いてます。来週あたり硝酸カルシウムを10キロ程度追肥したいと思います、結構大きいんじゃないかな。ここは4月22日巻きです。やっぱりあんまり大きさ変わんないですよね。ここが調子いいのかな。でもこんな感じに見えます。ここはさっきの石設計とは違って、鶏糞は一緒なんですけど、262の UF が100キロです。それと前走にダップを15キロ程度巻いてあります。こんな感じで、元気そうですね。